意気縁優は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。豊臣家の不代家臣。通称は、半七。七郎右衛門とも称したが、意気藩七の名の方が知られる。入道して、常木と合した。出自はよくわからないが、一説に、武官、泉守を父とする。武官は、武馬ともされ、この人物を、竹馬七郎右衛門常へあるわ。 ブバナナエモンが応援とするものもある。a 六四年に、織田信長が、息岐さんを攻めた、際、抜群の功績を挙げた、香川長兵衛ら三名に、息と改名して、兄弟のちぎりをなすようにと命じたことから、息に改正したとする、同じ話を載せた子孫の伝承が、仙台藩や萩藩,藩にあり、その一人が、遠友の父、または、本人とされる。平重道は、この一人を常久として、 遠雄の父と推測した。豊臣秀吉に近所として使え、天正11年17歳で臨んだ、静岳の戦いで敵将を撃つという選考を挙げ、木幌衆の一人になった。俗説であるが、死死生団では、石川平介と桜井佐吉と共に、静岳の三神立の一人とされる。ただし、史学的には三神立のこと自体が存在しなかったと、 考えられている。文禄元年、文禄慶長の役では、非前名古屋城に退陣し、三の丸五番種の大間あり組六番の堀田組の配下であった。慶長四年八月七日、五大老の連署により、河内国式の軍林村に三百国を救された。慶長五年の関ヶ原の戦いでは西軍に属したが、敗戦で老人となった。慶長十九年、 豊臣秀頼の招きを受けて、子、章二郎と共に、大阪城へ入城し、大阪の陣に際しては、真田信主の軍艦とされた。大阪冬の陣では、真田交渉と共に軍港を挙げた。慶長20年の大阪夏の陣での行動については、諸説あって、真偽のほどは定かではない。道明寺の戦いに参加して、天皇寺、岡山の戦いで、 討ち死にしたとも行方不明になったとも言うが、別の説では、5月7日の落城の前日に、逃亡して、七手組の間の寄り金と差し違えて死去した、ともされる。ありがとうございます。